大谷、インスタで子犬にいいねしててなく、インスタ調べたら、大谷くんいいねしてたみたい。その画像がこれやで。インスタで可愛い子犬を見ていいねする可愛い大谷さん。いつ可愛い。めっちゃモフモフやん。ぬいぐるみみたいやな。可愛いワンちゃん。デコピンが怒るぞ。大谷さんと同じワンコでなくとも、それぞれのワンコは、みんなお利口で可愛い。これはもう犬谷やな。犬谷ってちっちゃくて可愛い。可愛い。こいつ絶対甘えん坊なのがわかる。大谷さん、犬に憧れるのをやめましょう。これを見て同じ犬が欲しいというだけで同じ犬を飼い、面倒になったら捨てるような人が現れないことだけを願う。しかし可愛い。わい、犬になりたい。俺だって寝っ転がっておかしくって iPad で動画見るくらいできるもんね。わいも大谷にいいねされたい。大谷こんな画像ばっかり見ていたら根気遅れるぞ。犬しか大谷に近づけるメスがいない。大谷翔平ほどになると犬にいいねしただけでニュースになる。大谷は犬派か猫派かで言うと断然犬派なんやな。やっぱり犬やな。犬派勝利。犬派かはまだ断定できない。一平さんが猫飼ってたら猫も可愛がる。翔平にニャンニャン甘えて猫派にしてあげたい。やっぱり正統派ペットは犬。ひほう、猫さん、ゆく。犬派というか猫苦手じゃなかったっけ。犬派とか猫派とか、わざわざ自分をカテゴリーに閉じ込める必要なんてないんよ。大谷のデコピンも可愛いし、わい大谷の好きな犬に生まれ変わりたい。大谷の犬は前世相当徳を積んだんだな。大谷も犬谷も可愛い。確かに大谷さんの犬になりたい。犬にとっては大谷がニートだろうが MLB の MVP だろうが関係ないんだよな。犬っていいね。大谷さんとワンワンが穏やかに暮らせますように。餌にプロテイン混ぜられてそう。大谷翔平の犬ヒカキンの猫どちらも勝ち組。犬は愛情注がれたらそれが一番よね。かわいい。